はい、2565回始めます。4月13日土曜日入ったところですね。はい、遅くなりましたよ。今日も今2時ぐらい、もうスタートが2時だと、もう朝6時、7時までかかりますね、これ。はい、クローズアップ現代見ました。埋もれる労災、働き続けるシニア世代に何かっていうことで、何がっていうことでね、今ね、シニア世代、もう65歳以上でも働くのは当たり前っていうか、働かないと食っていけないみたいなね、人多いと思いますよ。それで、まあね、今65歳以上の人もそうだろうし、まあね、今60代50代40代ぐらいの人なんか、どん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 、ね、これから高齢者になっていく人は、これからまあ体がね続く限り働かなきゃならないと思いますよ。年金もそんなに多くもらえないし、高齢者ばっかりだしっていうことですよね。で、この働くシニア世代、働き続けるシニア世代、これ増えてるんですけども、その中でね、仕事上のね病気怪我、とかの労災ですね、仕事中に起きる、まあ仕事中もそうだし通勤時間とか、その労災がなんだけども、労災として認められないっていうことが増えてきてるっていうことですね。働く高齢者今、65歳以上の働く高齢者今過去最高914万人に上る中、ある問題が深刻化していますと。仕事中の事故や病気、労働災害に巻き込まれる高齢者が増え続けていますと。いわゆる労災の死傷者数年間4万人近くに上り増え続けているっていうことで、労災ね、仕事中の労災による死傷者数なんと年間4万人以上ですよ。いやいやいや、すごいですね。で、65歳以上の労災年間その、37,988人っていうことで、60歳以上ね、2022年の数字ですけど、60歳以上の労災37,988人っていうことで、まあ多いですね。労災の死傷者数が年間約4万人近くに上ると。中60歳以上の労災37,988人ですから。一方、労災が認められず保障が受けられないケースも多いということね。それにはまず、労災ね、労災を認めようとしない、認められず保障が受けられないケースもあるということで、まあ、VTR の中で、ある方ね、労災を、ね、認めようとしないんだと、私の怪我に対して全く無関心なんだと、関心がないんだと嘆いてましたね。で、高齢者の場合、労災を認められるにはいくつかの壁が立ちはだかると、いうこと、これね、いくつかの壁、まあ、2つ3つぐらいで番組の中で出てくるのかな。高齢者には大いに働いてもらいたいと、いうね、国の政策。そうですよ、高齢者ね、働かないでなんだ、もう介護とかね、そういう社会保障を受けてもらえるよりも、高齢者に働いてもらって税金払ってもらった方がいいんだから、で自分の、ね、生活費自分で工面してもらった方がいいんだから、国としては高齢者には大いに働いてもらいたいんだけども、労災防止は遅れてると、もう認めたくないんだということですね。まあ認めたくない、結果的にそういう形になってるってことだけども、はい。で、労災が発生し、た場合ね、労働者や家族は、事業主の協力のもと、ここだね、事業主、会社の協力のもと請求書を作成し、労働基準監督署に請求すると、そんでその請求が認められれば労災として認められると、ね、休業補償とか治療費とかそういうのが出してもらえるというんだけども、壁っていうのはまず一つここだね、会社、事業主、ここの協力のもと請求書を作成しっていう、ここなんだけども、まあ会社側、事業主側がなかなか協力的ではないと、
ある理由があってっていうのが一つ。あと労働基準監督署にその請求書を出したとしても、まあそれがその怪我や病気が本当に仕事にまつわることの仕事上の、怪我なのか病気なのか、またはもう高齢だからね、65歳以上とか、高齢だから加齢によるものなのかっていうことでね、もう年なんだからっていうことで請求が認められないケースも出てくるって、ここではね大きなのはね2つ、労基側がそれ病気なのか怪我なのか加齢によるものなのか、年取ってたらしょうがないよみたいなね、それが一つ、もう一つは会社側は協力的ではないと、ね、雇い主側が、それが一つと、この大きな壁っていうのは二つだね、大きく言うと、怪我や病気の原因が業務にあるのかどうかが調査されるということですね、まあ、労災認定されると療養にかかる費用や休業中の給与が支給されると。しかし今、高齢の労働者から申請できない、認定されないという声が弁護士や支援団体に多く寄せられているということですね。まあ昔からありますよね、これはね、はい。でまあね、少子高齢化で今働く高齢者が増え続けているということで、どんどん年々増えてきてるんだけども、まあね、母数が増えてきてるんで、そういう労災として認められないとかね、いう声も増えてきてる。これは当たり前だよね、で高齢者の労災認定にはいくつかの壁が立ちはだかると、ある東京都内にある NPO ね、労災認定支援の東京都内にある NPO の方、ここに78歳の男性がいたと、もう手が痛くてどうしようもないんだと、50年以上ガスの配管工をしてきたんだけども、右手の痛みで去年退職、高齢者の労災認定に立ちはだかる壁、怪我や病気の原因が、ね、加齢、年のせいではなく仕事にあるということを証明するのが難しいということですね、そうなのよ、年のせいじゃないのと、そのね、例えば手の痛み、ね、腰の痛み、足の痛み、ね、仕事っていうより年のせいじゃないのと、言われがちってことですね。で去年まで週6日フルタイムで働いてきた男性、週6日ですよ、フルタイム、で働いてきたと。きついね、もうこの時点できついね、今ね、もう働けなくなって、その右手の痛みで仕事できなくなって、食費は1日1000円で済ませてると。で労災認定されてないから医療費も自腹で自費で賄ってると。で年金収入は2ヶ月でおよそ16万円ってことは、1月あたり8万円年金ね、その8万円ではなかなか生活しきれないから、貯金崩しながら今生活してるっていうね、78歳ってことかな、78歳のこの男性ね、元配管工の方で50年以上ね、もう人生のほとんど50年以上配管工としてやってきたと。でもう右手の痛みがどうしようもなく、もうその痛みのせいで去年退職したんだと。で労災認定してるんだけどもね、なかなか認めてもらえないと、今申請中みたいな形でね。で去年まで週6日フルタイムで働いてきたということですね。真面目に週6日ですよ、働いてきて、でもう右手の痛みがもうどうしようもないから、仕事を退職せざるを得なかったんだ、でこの方に重度の関節症と診断されて、怪我の原因は仕事、NPO の支援を受けて労災申請したと。で労災認定の基準が若い世代と変わらないことも、高齢者の労災認定が通りづらい壁になっていると、いうことですね、まずこの78歳配管工の方、この方例として一つ出てきました。まあね、78歳だから、まあ確かに38歳とかね、28歳の方に比べると右手の痛みとか、もうね、若い方に比べて起きやすいだろうしね、その回復っていうのも遅れるだろうしっていうね、それ週6日休みなく、ね、右手が休む時間もなくやり続けるわけだから仕事ね、それは年のせい、いや年のせいかもしれないけども、仕事のせいっちゃ仕事のせいですよね。仕事してなければ痛みないんだから、
だからこれがまあ認定が難しいっていうことみたいなんですけどね、うん、その辺の基準ね、うん、しっかりだからもう方針だよね、この辺はもう本当に国なり何なりの方針ね、高齢者のもう働け働けって言って、怪我したら働けなくなったらもうあの保証も何もないっていう状況、うん、それ働いたらそうなるさ、高齢者なんだからっていうことですよね、うん、でも働いて怪我しても保証しないよって国が言ってるようなもんですよこれじゃ、うん、あともう一人、うん、73歳だった父親を亡くしたっていうね、あの安藤真由美さんっていう女性の方出てきましたね、お父さんを73歳当時、うん、で亡くしたと、うん、父親は年金だけじゃ心もとないっていうことで派遣会社で契約社員としてガソリンスタンド勤務してたと。でもうだいぶ前、5年前の夏、ね、自宅で倒れてるところを発見されたと、心筋梗塞だったと、ね、5年前の夏自宅でお父さん倒れてたと、心筋梗塞で、うん、そんでまあ亡くなったということですね、うん、安藤さんは、安藤さんってこの娘さんね、娘さんはあのお父さん過労死じゃないかと、安藤真由美さんね、うん、お父さんは過労死ではないかと、うん、いうことで、うん、申請したんだけど、しかし認定は難しいと申請は断念したと、うん、なぜか断念の理由、うん、これ過労死ラインっていうのがあってね、そのなんだ心筋梗塞でね倒れる直前、ね、それまでの直前の、時間外労働時間調べてみたら、うん、まあ、過労死ラインっていうのはいわゆる、うん、1ヶ月あたり100時間もしくは、まあ、2ヶ月から6ヶ月の平均で月80時間、うん、以上働いてればこれ過労死ラインとして、うん、過労死として認定される、まあ、一つの目安なんだけども、安藤さんのお父さんの場合およそ1月26時間だったと、まあ少ないやね、平均80時間必要な、まあ、過労死ラインに必要な時間っていうのもなんかあれだけどもね、うん、まあ亡くなりました、ね、亡くなってみて調べてみたらおよそ1つ当たり26時間だったと、お父さんの場合、ね、過労死と認められるのが大体月80時間だから、うん、ちょっと申請するのは断念せざるを得ないと、このねこの基準でいくと。一方深夜労働が6日連続など、まあ、業務負担が影響したとも考えられると、うん、でお父さんの携帯には亡くなる直前に綴った、ね、お父さんの上司、当時の上司へのメッセージが未送信のまま残されていたということです。これがちょっとね内容切ないんだよね、うん、ね、亡くなったお父さんの携帯には上司に綴った未送信のメールメッセージが残されてたと。どういう内容だったか、ね、体調が悪く本日の夜勤は休みたいですと、うん、無理であれば行きますが少しバテていますと、うん、いうこと。これ結局書いたには書いたんだけど上司に送ることもなく亡くなってしまったということですね。体調が悪く本日は夜勤休みたいですと、無理であれば行きますが少しバテてますという内容。これ送りたくても送れなかったということで夜勤連続で続けてね、そんでまあおそらくこれガソリンスタンドの勤務中に倒れてたら労災と、うん、なったのかもしれないけど、倒れてたのが自宅だからね、自宅で心筋梗塞で倒れてたっていうことなんで、うん、っていうのもあるよねこれ、うんうん、高齢者でしかも夜勤をやっていると、そういったことはあまり配慮されていないと、同じ辛い思いをする方は増えていくのではないかと安藤さん、娘さんはね、心配しているということですね。で、労災の認定基準に達しない高齢者の業務の負担をどう図るべきか、過労死などの労働問題に取り組む弁護士小林義松さん、うん、専門家の方、労災は働く人一人一人の事情に即して判断するべきだと訴えていると、うん、で78歳配管工の方一人出てきました。あと安藤さんね、お父さん73歳でガソリンスタンドを亡くしたっていう方出てきました。今度3例目かな、うん、食品工場で勤務、うん、食品製造工場で勤務、71歳男性、4年前の夏勤務中に倒れ、うん、救急搬送、ね、71歳の男性が4年前の夏仕事中に倒れ、うん、救急搬送、そしてすぐ亡くなったと、うん、男性の時間外労働時間は70時間、ね、80時間だから、労災、過労死の認定は、ちょっと足りないと、ね、時間外労働時間はこの方70時間だったと、当初労災は認定されなかったと、ただ、
その小林さんね、専門家の方、ね、NPO の方、NPO じゃないかな、うん、あ、弁護士の小林さん、うん、小林さんは遺族とともに労働局に審査を請求、ね、労働時間だけでは70時間だから若干足りないんだけども、測れない業務負担があると、労働時間だけでは。で、判断するために着目したのが、その71歳の方が働いてたっていう、その仕事の現場ね、作業部屋、ここを見てみた。そしたら熱中症の危険度を示す指標に照らし合わせると、当時は危険度が最も高い域に達してたと。で、審査会で強い身体的負担が認められるっていうことで、まあ、亡くなってから3年半経って、ね、2度の審査会を経て、ね、この71歳食品工場勤務の方、うん、過労死と認定されたということですね。まあ、過労死ラインの月80時間の時間外労働には達していなかったんだけども、ね、作業部屋の環境がちょっと熱のこもるような環境だったんだよね、うん、ちょっと狭いところだったんじゃないの、作業部屋、ね、食品工場の中の、うん、だから熱中症で倒れたっていうことで、うん、労災として認定されたと。亡くなってから3年半かかったと、認定されるまで。でこの小林弁護士、さまざまな面で、高齢者にとって過酷な仕事が広がっていると、うん、で怪我や病気がね、加齢によるものなのか業務によるものなのか、この判断が難しいと、うん、判断基準が一律だと。で、うん、高齢者とね、高齢者じゃない場合、まあ高齢者だから60歳以上で区切ってるから、これ脳とか心臓ね、脳心臓、うん、関係の労災認定率、60歳以上は 31% ぐらいだけど、他の世代の平均は 41% ということで、若い世代は 41% 脳とか肺とか、うん、関連の労災ね、うん、脳と心臓か、脳と心臓関係、まあ脳卒中とかだよね、うん、脳梗塞とか、あと心臓、心筋梗塞とか、この脳、心臓系の労災に関しては、60歳以上の認定率は、まあ、約 31% だけど、20代、30代、40代、50代ぐらいの若い世代、ね、の人の認定率は 41% だということで、10ポイントぐらいちょっと差が出てるということですね、うん。で、龍谷大学の脇田茂さん、専門家の方、うん、過労死認定基準の見直し、ね、これが、まあ、2021年3月に行われたと。労働時間以外の負荷要因を総合的に評価して、まあ、労災なのかどうなのか、ね、労働時間、今までは労働時間、うん、まあ、働き方改革なんて言ってね、今、残業時間にね、上限規制設けようと、うん、設けてるけども、大体の、まあ、大体の業界ってね、もう今年2024年でほぼ全ての業界ですよ、うん、労働時間の上限規制で設けられてますが、その労働時間以外、うん、作業環境とかね、仕事内容とか、まあいろいろ仕事、いろんな種類の仕事ありますからね、仕事内容に応じて、労災の、うん、総合評価をしていくっていうね、見直しがもう2021年に行われてると、うん、いうことね。この、まあ、労働基準監督署側の労災認定に関しては、まあ、2021年に見直しが行われてて、まあ、これまでね、労働時間、時間外労働時間を主に判断基準にしてたんだけども、最近はその時間だけじゃなくて、拘束時間、仕事時間だけじゃなくて、それ以外の個々の業務内容にも目を向けるようにして基準、判定するようにしてきているということで、まあ、この点に関しては改善されると。もう一つね、まあ、労災として高齢者、ね、なかなか認められない理由、ね、うん、それ仕事の内容による病気じゃないんじゃないのと、年のせいじゃないのっていうのが一つ壁だったと。もう一つの壁、ね、これ会社側、事業主側、こっちが申請に協力してくれないという壁が立ちはだかると。で、4例目かな、原田真嗣さん、67歳、まあ若いですね。この方、長年建設業に従事してきたと。うん、で、2年前、まあ、現場ね、この人、測量やってるみたいだけど、測量ね、2年前、職場の事故で右足を負傷、骨挫傷と診断されたと。うん、当時、二次下請け企業の測量士として現場に入ってましたと。で、現場ね、山ですよ、山。山というか、なんというか、うん。で、資料を抱えて歩いていた時、ちょっと体のバランスを崩して、
足に負担がかかったと。で、足に強い痛みが走ったと。うん、ありますね。うん、なんてことはないんだけど、ちょっと荷物抱えてね、仕事の。うん、資材抱えて歩いていた際に、バランスを崩して、まあ、負荷がかかったんだね、右足に。うん。うん。それで強い痛み感じたと。で、すぐ病院にいたと。で、医師は、もう歩行困難で、通常作業が不可能だよと診断したと、その場で。すると同行していた、まあ一緒に病院に行っていた、うん、元請け企業の社員が、うん、事務作業、軽作業なら、あ、軽作業なら可能なのかと聞いたら、お医者さんは、うん、あの事務作業 などのデスクワークだったら可能だよと、うん、言ったと。で、翌日からね、会社側は、足の痛みを押して出社させて、出勤させて、しかし、雇用先でね、企業から事務作業なんか明示されないで、もう待機のみ、もうただ会社に行って、ね、机に座ってるっていうか、休憩場所っていうか、休んでるだけみたいな、車乗ってるだけみたいな、仕事は与えられず、ね、お医者さんは事務作業だとかね、そういったものだったら大丈夫だよって言ってたんだけど、そういった仕事は与えられなかったと。まあ、会社側としても、ね、前日、足怪我して病院に行って、ね、作業できないと診断されてるのに、されて、そんで、翌日以降休まれたんでは、まあ、休業保障っていうかね、うん、休業災害っていう形になるんで、そうなられるのが怖いから、あの会社としては、まあ、翌日以降も出社しろと。ただ足の痛みがあってね、医者からも診断受けてるから仕事させられないんだけど、事務作業とか、うん、振られるわけでもなく、とにかく待機のみ、うん、で負傷後もあの現場に配置され、うん、その判断にちょっと疑問が残るっていうね、この67歳の原田さん言ってましたね、うん、会社側に対するちょっと不満ね、はい、とにかくね、この原田さん、私が休むと休業災害になるので、とにかく休業災害に したくなかったんだろうなと、ね、その原田さんは現場産業に復帰するも、まあ、足の痛みが悪化して休業を余儀なくされると。で、医療機関、病院に行くと、再度ね、行くと、骨の内側に損傷があると言われたと、うん、で休業中の保障を求めて労災の申請をしたいと会社に言ったら、うん、相談したら社内で検討すると、申請はちょっと待ってくれと、うん、言われたと、うん、で給料も仕事もない、ね、状態で苦しくなった原田さん、個人で加入できる労働組合に加入、で相談したと。で、組合は問題側を企業に指摘、で事故の翌日以降怪我の痛みを押しての出勤をさせたと。で、労働者の権利、労災申請をとどまらせたのと、うん、そういった、まあ、問題を指摘したと。で、うん、そういったことをして給料が支払われず重大な権利侵害だと。で、この休業からおよそ2ヶ月後、企業側は労災申請に合意、その後原田さんの怪我は労災と認定されたと。うん、で 労災が認定されたことになる原田さんね、休業保障受けられるようになったものの、怪我は完治せず、今も復職のめどは立っていませんということで、まあまあまあ、ね、原田さんね、言ってました、一番苦しいのは私の怪我に関して全く無関心ということだと、うん、もう人間として扱ってないと、なんとかしてあげようっていうね、そういう、ね、人が全くいなかったと、うん、悔しいというより悲しいと。ってました。本当会社ってそうなのよ、うん、もう会社の空気として労災はなかなか認めたくないと、うん、認めたくないとなってくると、その空気っていうのを、まあね、みんないい人なんだよ、大体はいい人なんだけど、会社側として認めてないから、ね、あの原田さん側にね、うん、あの側の立場に立つようなことを言う人が思ってても言えなくなっちゃうっていうね、うん、だから声かける人もいなくなって、だから当事者原田さんとしては、なんか自分だけ、うん、なんか自分が悪いことしたんじゃみたいなみたいなね、そういう、あと無視されてるんじゃないかみたいなね、みんな冷たいみたいなね、感じになるんだよ。いわゆる空気を読むってやつですよね、空気読む日本人の。あと同調圧力、会社がこう言ってるんだから、ね、会社の方針に沿ったような行動を取らないと、もう自分の身が危ないみたいなね、保身に走って、うん、会社の人たちみんな冷たくなっちゃうっていうね。そんで、まあ、会社に出てきても仕事も与えられずに、あの待機部屋で待機みたいな感じになっちゃう。こ
これが日本企業独特ね、うん、はい、これはあると思う。みんな感じるよね、これはね、うん、で、悔しいっていうより悲しいってね、言ってましたね。企業側、なんでね、申請に協力してくれないのか、うん、ね、いうこと。これは、企業側が故意に労災隠し、ね、するということなんですよ。なんでかと、労災隠し。これ、まあ、いろいろあるけども、社会的評価の低下を恐れてる、まず。うん、だから、この会社では、足怪我した人がいる。ね、事故を起こした人がいる。うん、仕事中、ね、亡くなった人がいるとかいう話になると、この会社と付き合っていいのか、この会社と、今後も取引続けていいのかと、ね、ちょっと不安だと、ね、うち仕事をお願いしてもまた事故とかね、怪我とか、うん、そういうことあるんじゃないかっていうね、そういう社会的評価の低下を恐れるっていうのがまず一つ、うん、あと経営的なリスク、ね、特にこの建設とかね、現場関係の仕事、建設業界などでは公共事業の入札に参加できなくなることもあると。だから公共事業の入札条件として、まあね、労災、過去何年間における労災の件数とか、あと比率とか、そういうのがあるんじゃないですか。うん、ね、労災があんまり起こしてると、その入札にすら参加できなくなると。ね、地方自治体、なんとか市とか、なんとか村とか、なんとか町とか、そういったところの入札に参加できなくなる恐れがあるっていうことで、労災はなるべく、認めたくない。いう会社側の意向があるっていうことですね、うん、まあ、経営に関わると、ね、受注が減るとか、うん、で、労災隠しの疑いで、これ労災隠しっていうのはこれ犯罪だから、うん、労災隠しの疑いで送検された件数、これ2022年87件あったみたいです、うん、で、これは労働安全衛生法、うん、100条の違反っていうことですね、うん、はい。で、高齢者の場合、働けなければ食っていけないと。ね。他の、ね、高齢者の場合っていうのは、働かないと食っていけない方もいると。ね。その場合、まあ、他のね、仕事、高齢者、仕事なかなか見つけにくいですから。うん。仕事ね、何でもできるってわけじゃないんでね。他の勤務先っていうのは、すぐになかなか見つけられない、見つけにくいっていう状況があるから、企業に嫌われたくないっていう思いもあって、まあ、労災をね、申請するなって言われたら、しないで頑張っちゃうみたいなね、で悪化させてしまうと、で結局退職余儀なくされるっていう高齢者、ね、要は泣き寝入りを迫られる高齢者っていうのが増えてるってことですね、うん、はい、高齢者は 76.7% が非正規雇用、ね、泣き寝入り迫られると、正社員じゃないから、うん、高齢者の 76% が非正規だから、うん、で埋もれる労災を防ぐには、その病気やけが、ね、労災かもっていうね、思うことが大事だと、うん、これ労災っていうのはね、仕事中だけじゃなくてね、例えば通勤なんかでも、うん、かかるしね、な外的な見た目の、まあ、なんていうのかな、骨が折れた、骨が痛いとかね、足が痛い、歩けない、腫れてる、血が出た、そういったものだけじゃなくて、精神的な部分の、ことも労災に含まれますから、うん、で、うん、高齢労働者をね、一人で戦わせちゃいけないっていうことで、うん、いうことですね。まあ、NPO とかね、個人で入れる労働組合とかに相談するのが一手だよっていうこと。一人で戦ってもなかなか難しいっていうことですね。うん。はい。で、労災、これ労働者の過失不注意であっても、仕事中のね、怪我であれば、病気怪我であれば、ね、労働者側に過失があったとしても、不注意であったとしても、労災は労災だよっていうことね、勘違いされがちだけども、それお前が悪いんじゃないかと、お前の不注意だろって言われてね、うん、会社側に言われたとしても、まあ、不注意であろうがね、なんだろうが、うん、それは労災だから、仕事中の、うん、っていうことです、うん、で、会社側、事業主側の協力を得られなくて、もう申請できるとね。労働者は立場が弱いと、ね、助けるべき労働組合も企業別正社員のみということでね、大体正社員の方のみだから、うん、そうなってくると今非正規雇用多い、
特に高齢労働者は非正規雇用の場合多いから、その場合は支援してくれる団体ねありますから、 NPO とかそういったところに相談、または個人で加入できる組合とかもありますから、そういったところに相談して、なるべく個人で企業とか労働基準監督署に対応するんじゃなくて、まあ、専門家交えて、慣れてる人交えて、うん、申請するといいんじゃないかっていうことですね。はい、言ってました。まあね、これもう本当人事じゃない、ね、このチャンネル見てる方でもね、60代、70代ぐらいの方いらっしゃると思いますけども、まあね、本当今厳しいから、年金も少ないし、少ない方もいるしね、うん、そんでもう食べていかなきゃいけないからね、住むとこ確保して、電気ガス水道を通して、そうなってくると、まあ、働かざるを得ないと、働きたくなくても、うん、これね、やっぱり若い頃とやっぱ違いますからね、うん、病気側のリスクっていうのは高まるだろうし、うん、ただ、まあ、権利は権利だから、これ、うん、仕事中の権限や病気、これは、労災として、ね、みんな加入してるわけだから、ね、そのために、うん、いい顔されなくてもね、会社からいい顔されなくても、うん、やっぱりね、しっかり、うん、認めてもらうところは認めてもらわないと、うん、ということです。私ね、あんまり現場系とか、あと工場系とか、やっぱ多いのが、労災多いのが工場とかだよね、工場とか、あと建設関係、あとはね、この今出てきた測量する方とか、外で作業する人、うん、作業服とか着て、うん、が労災多いよね、うん、私ね、ちょうどこのチャンネル始めた2022年の頭ぐらい、うん、その頃からこのチャンネル始めてるんですけど、その時にね、チャンネル見てもらえれば分かるんですけど、2022年の2月ぐらいまで確か私工場で、うん、まあそこ3ヶ月で辞めたんだけどね、なんかまあ仕事内容具体的にはね、その、うん、なんだ、配信した中では言ってるんだけど、まあ、今はちょっとね、ぼやぼやって言っておきますけど、ある製品を作るんです、作ると。なんていうかな、最終工程みたいなのやってて、カッターナイフを持って、とにかく削る仕事、うん、してたんですよ。プラスチックみたいなやつは。カッター1本持ってね、一日中、一晩中というか、一日中というか、うん、8時間なら8時間。するともう右手の負担がすごくてね、うん、でもう本当に、まあ、3ヶ月でもう使い物になりなくなりましたよ。労災っちゃ労災ですよ、あれ。あれをね、もう、まあ、私、アラフィフなんですけど、そこのね、現場はまあ20人ぐらいいたかな、20人ぐらいいたかな、うん、全員男でね、全員男で、うん、3交代の勤務だったんだけど、全員男で、平均年齢65歳ぐらいでしたよ。うん、もう70過ぎてる方もいましたね、ヨボヨボって言ったらあれだけど、もうこの方できるのっていうぐらいの方も、もう必死に歯食いしばってたと思いますよ。うん。やってましたよ。もうあれ見るだけで涙出るような、うん、感じ。うん。でも本当に私も手動かなくなったけども、みんなも手動かなくなっちゃってね。トイレに行ってもね、チャックも開けられないみたいな状態ですよ、みんな。うん。それぐらい右手酷使して、右手のカッター持って、カッターでどんどん削っていくって仕事なんですけど、あれ見たらね、みんなね、辛いんだろうなと思いましたよ。そういう辛い思いして、うん。作業現場だって、夏はもうクソ暑いしね、で、もう35度、40度とかですよ。うん。で、さらに体動かすから、うん。さらに、で、周りに機械とかあるから、体感で言ったら50度とかの中で、もうペットボトル2リットルのやつ丸飲みでね、うん、ガブ飲みで、うん、やって、冬は冬で氷点下5度ぐらいのところで、まあ冬の方がいいんだけどね、体動かしてるから暑いから、うん、まあ冬なのに汗だくみたいな、うん、感じの職場でしたよ。あれをね、みんな、まあね、高齢者の方、65、70、75ぐらいの方なんか、ここ辞めても次雇ってくれるとこないかなっていうことで、ね、仕事しないと食っていけないしみたいにな感じ、あと親はいるしみたいな、高齢な、うん、施設預けてるからお金工面しなきゃみたいなとか、いろいろ諸事情あるんでしょ、おそらく考えれば、うん、みんな必死にやってましたよ。私は3ヶ月で断念しました。もう右手がね、ほんと固まっちゃって、で寝ても回復しないんだよね、日々、うん、日々ね、休憩取っても休憩取っても
仕事中の休み、もう熱持っちゃってね、四六時中24時間、ね、ずっと寝てる間も冷やしてるんだけど回復しないのね。で、悪化する一方で、あ、これはもう私の腕、腕っていうか手、右手、これ使い物にならなくなるなと思ってね、3ヶ月で私は断念しましたね。あのね、現場、まあ、入ってみて、あれは正社員だったのかな、正社員だったのかもわかんない、契約社員だったのかな、忘れたけど、私の経験ね、みんなね、本当にね、男連中、ね、男だねと思った、みんな頑張ってる、涙出たよ、あれ見たら、ね、これ見てる方で、前の職場の方、私のいるか分かんないけど、ね、あれはすごかった、という感じでね、みんな必死なのよ、生きるために、ね、そんで仕事中のその病気がでね、労災、ね、それで仕事休まなきゃなったら、ね、非正規雇用の方っていうのはお金入ってこないから、収入、そうすると食っていけないと、そしたらやっぱり労災仕事でね、そうなったんだから、休業補償とか復帰するまでの、ね、回復するまでの休業補償とか給料とかね、労災であれば、ね、若干でも出してもらえるんだろうから、だけどもまず会社側が認めようとしないと、ね、リスクがあるから、社会的評価が下がってしまうっていうこと、まず会社側が労災申請に後ろ向きだっていうのが一つ、労災の壁、もう一つ、ね、それその仕事のせいじゃないんじゃないのと、年のせいじゃないのと、もう75だから、ね、仕事しなくたってもうっていうことですよ、65だから70だから、ね、それ仕事の影響なのか年の影響なのか判断つきかねるっていうことで、申請却下されるという場合もあるっていうことですね。これね、本当にまあひどい話だよ、ひどい話なんだけど、まあ一応ただね、それが労災なのかどうなのかっていうのは判定ね、認定申請をまあ監督署側としたら受けて調査しなきゃならないからね、本当なのかどうか、で判断ね、100% 全部申請すれば通るっていうことにもできないだろうし、ただここの案件ね、最近2021年に法律見直しを行われて、その長時間労働だけじゃなくて、ね、時間外労働だけじゃなくて、ここの案件にも目向けるようになるっていうことだけども、この一件一件ね、申請一件一件を全部現場に行って確認してっていうことをやってると、事務的コストとかもかかるからね、これ、その見極めだよね、どの辺まで調査してどの辺まで認めるのかっていう、まあ難しいところ、ただこの中でね、監督署側の壁っていうのは申請ね、年齢なのか何なのかっていうね、この辺の壁っていうのは、まあ、若干致し方ないかなっていうのは分かるんだけど、この事業主側ね、雇用主側、ここはもう 100% 申請あったら、まず通してね、申請してみるべきだと思うよ、そんな社会的評価どうのって、要はこれ事実隠しね、隠蔽、これがね、まあ、建設会社とか現場系の会社、工場だけじゃなくて、隠蔽っていうのはどこでもあるね、警察でも消防でも役所でも工場でもね、臭いものには蓋をするみたいな、でみんなそういう隠蔽したい対象になっちゃったら、まあ、事件でも何でもいいですよ、みんなもうソース感みたいな感じでね、無視してね、空気読んでみたいな感じね、悲しくなったってこの方も言ってるけど、労災を申請しようとするとみんな冷たくなるみたいな、もうとにかく関心がないんだよと、人元には、もう自分のことばっかりでみたいな、もういじめと一緒みたいな感じになるということですね。だから労災ね、これ申請するっていうんだったら申請させればいいじゃないっていうね、その風土作り必要だと思うよ。で社会的評価が下がるっていうんであれば下がればいいんだから、そういうところがどんどん下がって淘汰されればいいんだからね、消防であってもどこでもいいよ、警察でも高齢者施設でもね、隠蔽するね、知的障害者施設でも隠蔽するね、虐待とかね、何か内輪のね悪いところ隠蔽しまくるのよ、それが表に出ちゃってニュースになってんだから、っていうこと、この隠蔽体質やだね、本当にもう虫が走るね、こういうのは本当に。ということで、なんか愚痴になるんだけど、まあ皆さん、ね、高齢者の方、ね、年配の方、働かなきゃならない、私もそうですよ、働いていきましょうと、ね、なるべくね、これ、働かなくなったら、ね、認知症のリスクも高まるし、ね、健康も一気にね、健康寿命っていうのが、なんていうのかな、
ADL っていうのかな、日常生活動作ってもう急に落ちるんでね、働かなくなると、うん、あのなるべく健康のためにも働いてね、うん、社会のためにも働いて、生活のためには働いて、働くのは当たり前だから、これね、やっぱこの高齢者への労災認定っていうのはね、国社会の方どんどん認めていくべきだと思うよ。うん、だってそのための労災保険があるんだから、うん、ね、じゃあ認めないし、ね、それ全部年のせいだって言うんだったら、高齢者は労災保険入れませんっていうふうにすりゃいいんだよ、もともと認めないんだから、申請したって却下、年のせいってなるんだから、でちゃんとこうやって制度作っておきながら認めないんで、高齢者だけ認めないんじゃ困ったもんで、うん、だからもうこうやって保険に入れてるんだから、うん、ちゃんと対象にして申請ね、あまりにもね、それ仕事に関係ないだろうっていうことはもちろんあれだけど、ダメだけどね、明らかにこれ、ね、仕事関係してるでしょうとね、6、7割関係してるでしょうということであれば認めてやるべきだと思うけどね、これ、うん、ということです。クローズアップ現代ね、埋もれる労災ね、働き続けるシニア世代に何がっていうことでね、もう働く高齢者65歳以上今914万人いますと、ね、その方が労災申請するときに壁が2つあると。1つはそれがその病気険が仕事に関する、ね、労働に関するものなのかどうか、もう年のせいじゃないのと、その病気が、ね、そういう壁があると。もう1つは事業主会社側が労災の申請に後ろ向きだっていうこと、この2つ問題があると、壁があるっていうことをお話しました。ありがとうございます。長くなっちゃった。チャンネル登録、高評価、終わりま、あ、お願いします。失礼します。